こんにちは、神束ログです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いつもはカメラ機材を中心に話をしていますが、今日は少々趣向を変えてスマホにフォーカスしていきます。というわけで今日の主役は今月発売となる iPhone 15 です。個人的な注目ポイントとしてはライトニングコネクタを廃止して USB Type-C を採用した点です。これまで固くなにライトニングコネクタを採用し続けていましたから、これでようやくケーブル類が統一できますね。待ち望んでいた方も多いと思います。でこちらの iPhone 15ですが、スマホとしての機能をここで論ずるつもりはありません。当チャンネルは写真や動画を取り扱うチャンネルなので、興味があるのはもっぱらカメラ機能のみです。というわけで今日の動画はカメラマンから見た iPhone 15のスチル機能というテーマで解説していきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。はい、ではまず基本情報として iPhone 15のラインナップについて見ていきます。今回 iPhone 15は4種類の機種が同時にリリースされます。基本となる iPhone 15無印、プラス、プロ、そしてプロマックスです。サイズ感としては無印とプロが 6.1 インチ、プラスとプロマックスが 6.7 インチとなります。重量を見てみると無印が 171g、 プラスが 201g、プロが 187g、 そしてプロマックスが 221g です。人によっては本体サイズと本体重量が選択の決め手になる方も多そうです。そしてこれら4モデルのお値段をまとめるとこのようになります。ストレージ容量によってだいぶ変わりますが、 1TB の大容量モデルが存在するのはプロとプロマックスだけです。それぞれの最低価格を見てみると、無印は約12万5000円、プラスは約14万円からになります。プロ以上になるとさらに上がっていって、プロは約16万円、プロマックスは約19万円というお値段です。プロマックスは最低価格でも20万の大台に届きそうな勢いなので、随分高くなったなと驚いています。 iPhone 14 と比較すると全体的に値上がりした iPhone 15 ですが、その価格に見合うスペックなのかを意識しながらカメラ機能を見ていきたいと思います。で4機種を1つずつ解説していると長くなってしまうので絞っていきます。当チャンネルをご覧になっている方というのは熱心なカメラユーザーの方だと思いますので、やはり気になるのは上位機種のプロ、そしてプロマックスのカメラ性能のはずです。というわけでこの2機種のハードウェアのスペックを見ていきます。まずカメラ構成ですが、アウトカメラは広角のメインカメラを中心に超広角望遠を合わせたトリプルカメラ構成です。画素数はメインカメラが4800万画素、インカメラを含むその他のカメラは1200万画素になります。なおそれぞれのカメラに搭載されたイメージセンサーのサイズは、まずメインカメラが 1.28 分の1インチ、超広角が 2.55 分の1インチです。そして望遠カメラの方はプロが 3.57 分の1インチ、プロマックスが 3.19 分の1インチとなっています。プロマックスの方がちょっとだけ大きいです。ちなみにインカメラはどちらも 3.6 分の1インチとなっています。続いてそれぞれのカメラのフルサイズ換算の画角とレンズ性能を見ていきましょう。メインカメラは換算 24mm、f1.78 の明るいレンズを搭載しています。そして超広角は換算 13mm、f2.2 のレンズを搭載です。ここまではプロ、プロマックスともに共通ですが、明確な違いが見られるのは望遠カメラです。どちらも f2.8 のレンズを採用しているというところは同じです。しかしプロは換算 77mm の3倍望遠、プロマックスは換算 120mm の5倍望遠というのが大きな違いです。でカメラに詳しい方であれば、このスマホで5倍望遠というのをどうやって実現したか気になる方も多いはずです。一般的なデジタルカメラをイメージしていただくと分かると思いますが、基本的に望遠レンズというのはサイズが大きくて長いものが多いです。その理由の一つにバックフォーカスの長さが挙げられます。バックフォーカスというのはレンズの後玉からイメージセンサーまでの距離のことです。難しい話はここでは割愛しますが、一般的に広角レンズはバックフォーカスが短くて望遠レンズは長くなると覚えておいてください。つまり何も考えずにスマホの望遠レンズの倍率を上げていこうとすると、このバックフォーカスを稼ぐためにレンズがどんどん出っ張っちゃうんですね。レンズが大きく出っ張ったり極端に分厚いスマホというのは使い勝手が悪いと思います。このあたりがスマホと望遠レンズの相性が悪いと言われるゆえんです。その問題を解決するために今回プロマックスが取った作戦はこれです。新技術テトラプリズムの採用です。先ほどのバックフォーカス、レンズの後玉からイメージセンサーまでの距離は絶対必要です。この長さをどうしても変えられないのであれば、これを折り曲げて畳んでしまえばいいじゃないかというひらめきです。
光が進む距離というか長さは変えずに全体をコンパクトにしようという作戦ですね。これを可能にしたのが2022年にアップルが出していた特許です。余談ですが発明者の欄を見ると2名の日本人の方も関わっています。ざっくりとした内容ですが一つの特殊なプリズムを使って光を折り曲げる技術になります。今回プロマックスに採用されたテトラプリズムはレンズから入ってきた光を4回折り曲げることで全体の光学システムを大きくサイズダウンしました。この技術でバックフォーカスを稼いでフルサイズ換算で 120mm という望遠カメラを実現できたわけです。でこれだけ望遠側のカメラが発展したとなれば当然手ブレ補正周りも気になるはずです。まずプロ、プロマックス共通の部分として超広角カメラに関しては手ブレ補正は非搭載、そしてメインカメラには第2世代のセンサーシフト光学式を採用しています。望遠カメラに関してはプロは光学式、そしてプロマックスは 3D センサーシフト光学式という新方式を採用しています。光学式の手ブレ補正と AF を担う 3D センサーシフトモジュールを組み合わせた形だそうで実際の効き具合が気になるところです。その他のハードウェア面の進化としてはレンズのコーティングです。細かいところではあるんですがメインカメラと超広角カメラにフレアを抑制するレンズコーティングが施されています。フレアやゴーストの発生というのは従来の機種の欠点と言われていたものです。このコーティングの存在によってどれぐらいの抑制効果があるのか、こちらも気になるポイントです。続いてはソフトウェアを見ていきます。冒頭でメインカメラの画素数に関しては iPhone 14から据え置きという話をしました。ただ今回 HEIF MAX という新機能が搭載されていまして使い勝手としてはメインカメラの4800万画素での記録が楽になりました。これまで4800万画素フルで記録しようとするとプロローしか選択肢がなかったんですがプロローはやっぱりローファイルなのでめちゃめちゃ重たいんですよね。だいたい1枚あたり70から80メガバイトぐらいあるのでスマホで取り扱うにはちょっと厳しいファイル形式だったと思います。それが今回高効率画像ファイルである HEIF で記録できるようになったので4800万画素の画像を1枚あたり5メガとか非常に取り回しのいいサイズで記録できます。ただこの機能は iOS17 で他の機種にも降りてきたので iPhone15 だけの特権というわけではないです。次はフォトニックエンジンの進化です。ざっくり言うと複数の画像を取り込んで1枚の高クオリティな画像を生成するという仕組みです。メインカメラに限定した話にはなるんですがまずピクセルビニングを利用して1200万画素で撮影しておきます。4つの画素を1つに束ねるピクセルビニングによってノイズが少なくダイナミックレンジも広い写真が撮れます。そして今度は有効画素をフルに使った4800万画素で撮影します。4800万画素の画像は画素数が多いのでディテールが非常に細かい写真が撮れます。そして最後にこれらの写真を全部合成して最終的にいいとこ取りをした2400万画素に落とし込みます。これぞコンピューテーショナルフォトグラフィーといいますかスマホならではの変態的な進化だなと感じました。最後はポートレート撮影の進化です。フレーム内に人、犬、猫が入っているときあるいはユーザーが画面をタッチしてフォーカス位置を決めたときに iPhone が自動で深度情報を取り込んで記録してくれます。これによって後から写真アプリを使用することでピント位置を操作できるようになりました。写真を見返したときにもう少しピントがこっちに来ていればという後悔がなくなりそうです。その他プロユースの目線で言うとキャプチャーワンと組み合わせることでテザー撮影に対応しました。これは転送速度の速い USB Type-C になったことで実現した機能です。4800万画素のプロローを Mac に転送しながら撮影するということもできるようになっています。そもそも iPhone をテザー撮影に使うのかという疑問は置いておくにしてできるのとできないのとでは雲泥の差です。データ転送というアクションを通さずにそのままワークフローに載せられるのは非常に便利な機能だなと感じました。はい、以上がカメラマン目線で見た iPhone 15のスチル機能になります。カメラ機能という一要素で見るとやはりプロマックスが頭一つ飛び抜けていると思います。新開発のテトラプリズムを生かした望遠カメラの画質は特に気になるところです。個人的には今年 iPhone を買い替えようとしているのでプロにするかプロマックスにするかは悩みどころです。こういったカメラ系のチャンネルを運営している都合上プロマックスの方がいいかなとは思っていますがお値段もサイズ感も全然違うのでもう少し迷ってみようと思います。皆さんはこの iPhone 15のカメラ機能どう評価されているでしょうか。ぜひコメント欄で皆さんの意見を教えてください。
はい、今日の動画は以上になります。また面白いカメラ関係のニュースがありましたら取り上げていきますので、チャンネル登録グッドボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。